グラムツツシビリ、グラムツシシビリは、ジョージア出身の柔道選手。階級は1 0 0ラム超級。柔道は12歳の時に、柔道家だった父親の影響で始めた。それまではサッカーに夢中だったが、初めて間もなく、柔道に魅了されていった。総主戦追い投げの名手として知られていたコーチの場と、軸売りに左右の背追い投げを仕込まれて、それがやがて武器になっていった。 当時から長身だったため、この技は向かないと周囲から指摘されるも、身長の高さは技術習得の妨げにならないと軸売りは考えていた。2011年のヨーロッパ下で 90kg 級では3位だったが、世界下ででは決勝で同僚のグルジア選手を破って優勝した。その後階級を 100kg 級に上げると、2012年のヨーロッパジュニアで3位。 2013年には優勝した。2014年の世界ジュニア個人戦では、準々決勝で、後藤龍太郎に、反則負けするなどして5位だった。団体戦では、決勝で、日本チームと対戦すると、2から2で迎えた、対象戦で、小川武史勢に、GS に入ってから有効を取られて、チームも2位にとどまった。その後階級を 100kg 超級に上げた。 2015年のヨーロッパジュニアでは2年ぶり2度目の優勝を飾るが、世界ジュニアの個人戦では準々決勝で田中現代に合わせ技で敗れるなどして7位。団体戦の決勝は出場しなかったが、次チームは日本チームに5戦全敗して2年連続で2位に終わった。グランプリチェジュでは 100kg 級に出場するも、初戦で坂本健介と対戦した際に、 坂本の背中を踏みつけて、柔道精神に反する行為として、反則負けになった。2017年には、グランドスラムバックで、圧倒的な内容で優勝したことから、シニアでも注目される選手となった。さらに、ヨーロッパ選手権では、決勝で同国の先輩であるアダムを送る足ビリを、腕座十字型で破るなど、オール一本勝ちで優勝すると、 団体戦決勝のロシア戦では2-2で迎えた、対象戦で、レナートサイドフに一本勝ちして2冠を達成した。大会屈指のダークホースとして迎えた、世界選手権では準決勝で、フランスのテディ・リネールと対戦すると、GS に入った直後に、そうはしばらいで、リネールを肘から崩したもののポイントにはならず、その直後の墨返しで技ありを取られ敗れた。 3位決定戦でも、モンゴルの内段粒シンバイアルに敗れて5位に終わった。世界選手権では2回戦で、リネールと再戦することになったが、技あり2つを取られて敗れた。ワールドマスターズでは、決勝で、ブラジルのダビド・モーラに一本勝ちして、優勝を飾った。2018年のグランドスラム・パリでは準決勝で、影浦心と対戦すると、GS に入ってから、 影裏の顔面に膝蹴りを入れて、反則負けとなった。この柔道精神に反する行為により、3位、決定戦には出場できず5位となった。世界選手権では、決勝で、地元アゼルバイジャンのウシャンギ・コカウリを、背負い投げで破るなど、オール一本勝ちで優勝した。戦術の手ィリネール以外の選手がこの階級で、世界一になるのは、11年ぶりのことだった。 ワールドマスターズでは2連覇を果たした。なお、2018年の世界ランキング年間1位となった。男子の前回級で最もポイントを積み上げたことにより、アイフから5万ドルが授与された。2019年3月には地元で開催されるグランプリトビリシへの出場を果たせなかった。禁じられている打格闘技の国際大会にアイフの許可を得ずに参加したため、 二ヶ月の出場停止処分を受けたことによる。つししびりは、カザフスタンのレスリングとして知られるクレシュの世界選手権に、愛婦の度重なる警告にもかかわらず出場し続けて、2017年に2位、2018年には3位となっていた。処分が解けた6月のヨーロッパオープンクルージュイコールナポカでは優勝した。ヨーロッパ競技大会でも、決勝でロシアのイナルタソエフに、 内股で一本合致して優勝した。東京で開催された世界選手権では準決勝で原沢久喜に浮き腰で敗れると3位決定戦でもオランダのロイ・メイヤーに技ありで敗れて5位に終わった。なお3位決定戦では終了間際にメイヤーにジョージア語で暴言を吐くのみならず右足で相手の頭部付近に軽く蹴りを入れる仕草をしたと指摘された。 アイフ会長のマリウス・ビーゼールはこの件を倫理委員会で取り上げるとツイッター上で述べた。世界選手権を9月のグランプリタシュケントでは優勝を果たした。怪我から復帰した2020年2月のグランドスラムデュッセルドルフではオール一本勝ちで優勝した。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝で前線で。 リネイルを破った ROC のタメルラン・バシャイフに逆転勝ちするも、決勝ではチェコのルカシクルパレクに合わせ技で破れて2位だった。アイフ世界ランキングは7241ポイント、獲得で1位。90kg 級での戦績 100kg 級での戦績 100kg 超級での戦績。ありがとうございます。